テラデータはデータ分析などの製品及び関連サービスを販売している国際的なコンピュータ企業。同社の製品は異なるソースからのデータを統合して分析に利用できるように考えられている。本社はアメリカ合衆国カリフォルニア州のサンディゴン。テラデータは同名のデータベース管理システムを開発、販売している企業向けソフトウェア企業である。 ニューヨーク証券取引所に上場しており、ティッカーシンボルは TDC 同社の製品はデータウェアハウス関連のものが中心であり、それらはシェアードナッシングアーキテクチャと呼ばれるアーキテクチャを利用しており、サーバーの増設により扱えるデータ量を増やすことができる。データベースのソフトウェアはそれらを利用して分散処理を行う。2010年には非構造化データの分析に加えて、 テキストマイニングの機能を追加した。同社の製品はビジネス分野での様々なデータ分析に対応しており、特にデータウェアハウスは企業の売り上げや顧客の好み、商品の配置等の様々な分析に利用されている。また、同社では少数民族や女性、老人などが運営する小規模ビジネスのためのサービスも提供している。2013年には エチスフィアインスティチュートにより世界で最も倫理的な企業の一つに選ばれた。テラデータのデータウェアハウスはテラデータのデータベースの基盤となるもので管理ツールとデータマイニングツールが用意されている。そしてデータをホットとコールドに分類し処理速度が遅い記憶媒体に使用頻度が低いデータを記録する仕組みになっている。テラだったデータベース13.10は データを格納し処理するためのデータベースソフトとして2010年に発表された。テラダタデータベース14は2011年に13.10のアップグレードとして販売され、同時に複数のデータウェアハウスの処理が実行できる。これには列指向データベース管理システムの分析機能が含まれる。データウェアハウス内に常駐してデータ分析を行うツールのセット、 テラタインテグレーテッドアナリティックスも用意されている。アスターデータシステムから取得した分析技術。バーはテラデータのバックアップとリストアのシステム。ディザスタリカバリーのソリューションとしてデータリカバリアーカイブのための自動化ツールが用意され、顧客データはオフサイトリカバリセンターに格納することが可能。テラタデータベースにはクエリグレットと呼ばれる機能が含まれ、 ユーザーがローカルのエンタープライズデータウェアハウスで操作するのと同様に、標準の SQL クエリで外部データベースからデータを取得することができる。可能な限りデータ移動は平行で行われるため、外部データソースの場合のパフォーマンス悪化を防いでいる。ただし、これはまだ試験的なものであるため、通常のテラドタデータベースのパフォーマンスには大きく劣る。 現在サポートされている外部データソースは、アスター、プレスト、テラダタデータベース、アパッチハイブ、オラクルデータベースなどである。プラットフォームファミリーは、データウェアハウス、テラダタデータベース、分析ツールを含むセットであり、サイズも小さく、同社の他製品より安価で販売されている。コンサルティングサポート部門は、データウェアハウスやアスター、マーケティング、 分析などのアプリケーションの実装までをサポートを行う。同部門は3000人以上のコンサルタントを5つのコンサルティングディベロップメントセンターに配置し、データ取得、統合、ビジネスインテリジェンス、ビッグデータ、品質管理、その他データベースのサポートなどを行っている。また、テラデータカスタマーサービスは、ユーザーのハードウェアやソフトウェアの問題をサポートする。以下は、 同社ののビジネスパーートナーの一部であるテラデータでは毎年テラデータパートナーズカンファレンスというユーザーグループ会議や展示会を開催し基調講演や教育セッションなどを行っているこれらは1985年から開催されており技術とビジネスのトピックや新製品に関する発表なども行われるテラデータは2010年からビッグデータに力を入れ始めた CTO のスティーブン・ブロブストはソーシャルメディアのような新しいメディアによってビッグデータはさらに広がるとしている。オンラインで収集された反構造化及び非構造化データの増加により2011年、同社はペタバイトレベルのデータを扱うペタバイトクラブの一員になった。ビッグデータの広がりは多くの伝統的なデータウェアハウス企業に製品や技術の向上をもたらした。 同社ではビッグデータの推進のため2011年アスターデータシステムズ社が持つマップリデュースの機能及び半構造化データを保存して分析する技術の獲得のため同社を買収した。競合する製品としてはオラクルデータベース IBM DP2 Microsoft SQL サーバー、SAP IQ といった RDBMS ナチザダタレグロパラクセル ピボタルグリーンプラムデータベース、バーチカシステムズといったデータウェアハウスベンダー、及びデータウェアハウスパッケージの SAPBW、カリードなどが挙げられる。また、ハ d o o p をベースとしたオープンソースのものとも競合するとされている。ありがとうございます。